ギガスクール構想に基づく小中学校での一人一台端末の活用が始まっておよそ1年。端末を活用した子どもの新しい学びに注力する各学校、教育委員会や自治体のさまざまな取り組みを紹介します。阿蘇山の南に位置する熊本県高森町。雄大な景観を楽しめる観光地として知られています。高森町は早くから教育現場への ICT 導入に取り組んでいる自治体として、教育関係者の間で注目されてきました。高森町の ICT 教育はどのように進められているのでしょうか。高森町では3つの公立小中学校、教育委員会と行政が連携して ICT 教育を進めてきました。3つの学校のうちの1校、高森中央小学校です。6年生の教室を覗いてみると、登校してきた子どもたちはすぐクロームブックを取り出し、思い思いに使い始めます。タイピングの練習をする子、係活動のアンケートをまとめる子、子どもたちにとって端末は学校生活に欠かせない学習ツールになっているのです。こちらの2人が熱心に見ているものは、1時間目の社会科の授業で使うスライド、家庭学習でグループの仲間とオンラインの共同編集で作ったものです。どのようにして資料をまとめたのでしょうか。前日の家庭学習の様子を見せてもらいました。日本の課題と日本が誇れるところという2つのテーマについて調べ、グループの仲間とスライドにまとめます。まずは日本の課題について、気になっていたコロナ問題による差別について、関連の記事をネットで検索します。そしてグループの仲間と共有している Google スライドに書き込みます。他の仲間の書き込みも同時進行で反映され、スライドのコメント機能で相談しながら一つのスライドを共同で仕上げていきます。同じようにして2つ目の資料も完成させました。クロームブックを使うようになって家庭学習は変わりましたか？そう、みんなで一つのスライドを完成させた達成感とかもあるし、考えも共有できるからためにもなるし、楽しい。クラウドの活用で家庭学習が変わったと3つの学校の校長会の栗原邦弘校長先生は言います。家庭学習と授業をどうつないでいくかというところがあるんですが、以前はですね、学校のハードに全部保存していたんですが、この2年ぐらいはですね、クラウドの方にしておりますので、自分の取り組みだけではなく、友達がリアルタイムで学習した内容あたりも見ながら、それを参考にして宿題をやっていくとか、共同で作り上げていくとか、そのやったことがすぐ次の授業に生かしていくというものが大きいです。また家庭学習の様子を教師がリアルタイムで把握できる点がいいと担任の小林翼先生は言います。今まではやはり家庭での学びっていうのは学校に来るまでわからない、だから朝来て把握して、じゃあ今から授業に行かそうとなると、なかなか時間的に厳しい面もあったんですが、 Google ワークスペースを使うことで、リアルタイムで把握をすることができますので、子どもたちの学びをより意図した方向に持っていくことがやりやすくなったのではないかなと感じています。社会科の授業では、家庭学習で各自が調べてきたことをみんなで共有し、さらにそこから考えを深めていきます。
さん交流します。日本の課題と世界に誇れることを調べてきてもらいました。で、自分たちでしっかり調べてきて、すごいいいスライドができているなと思ってますので、友達と交流をしてほしいと思います。まず違うグループの友達とそれぞれが調べてきたことを発表し合って学びを共有します。コロナウイルスの問題によって感染した人が会社を辞めさせられるが起きました。日本人初のノーベル受賞者もの湯川秀樹さんも物理学賞で、日本人は物理学賞が一番取っているということが分かり、日本の課題と世界に誇れることを共有できたら、次にその学びをどのようにして深めていくか、子どもたちの発言から本次の課題を設定します。じゃあ今日は何を調べていきますか、何を考えますか。これからの日本のことをみんなで考えれたらいいかなと思います。授業の中で子どもたちが考えを深めるためには、家庭学習での準備がポイントと小林先生は言います。授業1時間45分で限られた中で、一番子どもたちにしてほしいのは、友達と一緒に話しながら新しい考えを作っていくとか、考えを深めていくという作業になるので、何か調べたことをまとめるという活動に関しては、授業中の時間を使うんではなくて、家庭の割と自由な時間を使った方がより授業でさせたいことができるのかなと思って、家庭で学習をさせました。授業の進行は子どもたちで行い、みんなで決めたこの時間の目当てについて考えを深めます。ジャンボードに分けるのは意見をしっかりと表明するためです。で、その後にグループ分けして意見をぶつけ合ってください。はい、どの端末を使ってどんな活動をするか、目的と活動を確認し、時間設定も自分たちで決めて課題に取り組みます。はい、まず自分の考えを付箋に記入し、ジャムボードに貼って全員で共有します。興味を持った付箋があると直接本人から話を聞きます。今の地球温暖化とかの世界に向き合ってどうするかを考えていく。そして考えが深まりそうな人や話してみたい人でグループを作り、これからの日本に必要なことをスライドにまとめます。私たちは SDGs に関係していると思いました。そして各グループがそれぞれの視点で考えたこれからの日本に必要なことを発表するのです。日本全体を自然災害から守るです。一人一台端末を活用した授業について子どもたちの意見を聞いてみました。いろんな人の意見が聞けて、自分がその想像してない意見がたくさん聞けて、課題にみんなで取り組めることができるのでいいです。中村学園大学教授の山本智博先生に一人一台端末の活用のポイントを伺いました。結局子どもたちが主体的に学ぼうとすると45分50分で、切れてしまうというのは学びが止まるみたいな感じなんですね。やっぱり授業が終わっても何か考えたり、もうちょっとここを深めようと思うと休み時間もしくは家庭での学習となるわけですね。で、一人一台がすごく生きている、例えばクラウドサービスが生きているという点は、家庭でいながらして友達と相談できる、発展期というのは授業の在り方そのものが変わっていく時期になるということですね。教師主導でやっていた授業が今日高森町で見られるような子ども主体の授業に変わります。こういうところが僕はすごくこれからの学びだと思いますね。高森町が大きく ICT に力を入れ始めたのは草村大成町長が就任してからです。その思いをお聞きしました。本当に、夢っていうか、夢かっこワクワクですね、ワクワク感がするようなそういう学びの場を提供することによって町づくりが進んでいくと。そのためにどうしても必要だったのが情報通信基盤、
都市部と何ら変わらない環境をまず行政が作ること、スピードは最大の付加価値を生むから、やっぱりスピード感を持ってまずは環境整備やりましょうというところと、学校の現場の先生が働きやすい環境を作るということ、私たちがやるのは予算をきちっと担保してあげること、それと現場を信じてお任せすること、この2点のみ。草村町長と二人三脚で高森町の教育を支える佐藤益男教育長は、確かなビジョンと連携が重要だと言います。大事なことは教育は人なりということで、やっぱ先生方が一生懸命教育に当たってもらわないと教育は変わらないということ、それと同時に先生方がそれだけ一生懸命なれるような確かな教育ビジョンがなくては動かない、それと同時にですね、ビジョンの共有ということが大事で、これはこのビジョンを学校現場と教育委員会だけじゃなくて町長、それから議会、町ぐるみで共有していくというか、この3つのトライアングルが揃った時に教育は動くということを私どもは考えてですね、この11年教育を進めてきております。最後に、自治体が ICT の整備をうまく進めるためのポイントを山本智博先生に伺いました。学校、教育委員会、町、市町ですね、こういったところのそれぞれの立場が非常にお互いが見えているということですね。それぞれのリーダーがきちんとしたビジョンを持っていて、そのビジョンがうまくいっているかということを適度な感覚でチェックして、お互いにチェックしているというところだと思います。もう一つ、組長さん、市長さん、町長さんがやっぱり教育を見守る、教育にあまり口を出さず、やっぱり学校の成長というのを見守るという姿勢で取り組まれているというところはすごく重要なところかなと思いますね。やっぱり人づくり、教育は人づくりという視点に立って、子どもたちの成長を見守るということがまず第一義